当時は16歳で、ユースの練習に行く前で、塾で模試を受けてました。その地震が起きた当日は、ここまでひどくなるとは思ってなかったですし、次の日になってすごい大変なことが起きたんだなっていうのは実感して、でそういうのはニュースだったり、ラジオだったりで、知りました。やっぱりあのシーズンは僕自身も、ユースのにいてすごい近くで見ていたんですけど、すごい躍動する姿を見てとても誇りに思いましたし、すごい嬉しかった思い出があります。やっぱり僕はその当時、躍動するトップチームの選手を見て僕もああなりたいと思ったので、そのシーズンのように上位進出を目指して頑張っていきたいと思ってます。まあ、震災直後、僕もユースにいてトップチームの方々が活躍する姿を見ていたので、僕自身も、そういう被災された方々に勇気を届けられるように頑張っていきたいです。